都の湯。このコーナーは安心、迅速、快適、目的地までご案内。タクシーは甲和第一交通白石営業所、北斗商店街振興組合の提供でお送りします。夕日に染まるのれんを今日も人々がくぐっていく。ここは北斗商店街。札幌は北郷通りを中心に、月寒川と厚別川に挟まれたこの小通りには多くの店が軒を連ね、 JR 平和駅を有する人情商店街。そのちょうど真ん中にあるのがここ北斗の湯。昭和の雰囲気が残るこの銭湯は、一日の汗と疲れを癒しに、町の仲間たちで大いに賑わっている。番台には、この町を愛してやまない、翔ちゃんが、みんなが来るのを待っています。出演、この町の若夫婦、神宮寺新とその妻、郁美。北斗の湯、番台、翔ちゃんこと、古田正宏。さあ、今日も一風呂浴びますか。あー、いい湯だったわ。おい、上がったか。上がったよ。今行くね。あ、いやいやいや。いや、今日ビール飲んじゃうかな。いつ来る前までに俺ビール飲んじゃうかな。怒られるかな、どうしようかな。いいや、飲んじゃえ、うん。あ、どうも、チンギリスさん。今日も来てたんですね。こんにちは。いつもありがとうございます。いえいえいえ。あれ、今日ビールですか？そう、ね、なんか、いいことあったのかな。いいことというかね、一仕事ね。はい。大きい仕事、一仕事終えちゃって、ね。あ、終えちゃって。風呂浴びてね、今日はビールいいかな。ビール、いいですね。ですからね、うちちょっと飲んじゃおうかな。いや、風呂上がりのビールね、もうこれね、一番最高ですからね。どうですか、この街、だいぶ慣れました、引っ越ししてきて。うんうんうん、この北斗地区というか、この辺にね、はい、引っ越してきて、慣れてきたんだけども、うんうん、あれ、この前、翔ちゃんに教えてもらった、その北斗商店街が、はい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 、どこまでなんだと。そうですね。ね、うん、焼肉屋 の服屋さん。服屋さんね。うん、までちょっとね、歩いてみた。歩いてみました。うん、もうね、うん、うちのやつなんかね、もうね、毎日のように走ってる、ね。うん、あ、そうなんだ。あら、ちょっとビール飲んでる。あ、いいわね。ちょっと。いや、私はね、ビールは走った後って決めてるから。あ、ここでは翔ちゃん、ちょっとごめんだけど飲めないよ。あ、わかりました。ごめんだけど。ごめん。だけどね、翔ちゃん、いいわ。北斗商店街のランニングコースね。いいよね、うん。いやもうね、やっぱりこう走ってて、いろんなお店をこう見れるから。うん、そう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 。次どこ行こっかなとかって、こう走りながらもね、うん、もう目移りしちゃってばっかり、もう前見なさいって、うん、もう本当に。ねえ。そうだな。本当ね、そうなんですよね。いろんなお店たくさんありますからね。うん。うん、走ってて、で、この間ね、範囲説明させてもらった時に、まあ、焼肉屋さんまでが一応北斗商店街の範囲ですよって話したんだけど、うん、まあ一応その向こう側のね、うん、川下とか川北の地域の、もう、それこそ、三女会員さんとかもいてね、みんな本当仲間って感じで、まあ北斗地域じゃないけど、まあそういう仲間っていう感じで、やってるんで、うん、本当にね、これ大きな、こんなね、大きな商店街組織あるのかってね、思うぐらいね。本当ね、そう、大きいんですよ。そうだよね。じゃあ、うん、今度私も目標できちゃった、それ、向こうまで行ってみるわ。いや、行ってみて、ぜひ。そうだよな。うん。コープの方まで行っちゃおうかな、向こう。コープの方まで。うん、コープね、うん。コープの方まで。あるね。行っちゃおう。生協ね。生協ね。うん。でもね、うん、だいぶ、この辺のことも、こう、分かってきたんだけど、うん、そうね。この間ね、新札幌の方にね、あ、新札幌ね、ちょっとね、ぐーっとこう車でね、あ、行こうと思ったの、はいはいはい、思ったら、うん、迷っちゃってね、迷っちゃった、そうそう、俺北斗地区ってほらその線路をさ越えなきゃならないでしょ、うん、そうなんだよね、これがねもうどっかキュッと曲がってもね、こう線路で行き止まりって、うん、でなかなかね線路をね越えられない、越えれない、うん、ぐる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 ね、うん、しちゃってたんだよ、まるでね、このね、あなたの人生みたいなぐるぐる回ってダメってお前
何言ってんの、お前だろ、ぐる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 って。私ですね、失礼しました、うん、それはね、本当に、うん、そうなんですよ、だからね、なかなか、うん、この辺の地域の、要するに地形がね、うん、道路ね、うまい具合にね、なかなかね、いけない、わからないんだよ、これ、悩みなんだよ、まだ。そうなんだよね、うん、まあ、まあぐるぐる、まあ、しょうちゃんはね、毎晩飲みすぎてね、お腹ぐるぐるってね、まあ、そっちのぐるぐる、うん、で、あの、いや、本当あの、道慣れるまでね、それ難しいですよ、本当、うん、あの、新札幌の方行くとか、難しいんで、うんうん、今日ね、これね、ちょうどね、さっきかな、うん、お風呂入りに来たね、うん、道に詳しい、めちゃくちゃ道詳しい人をね、うん、今日、銭湯入りに来てるんだよ。あら、はい、偶然。男の方？いや、男の男性の方。そしたらさっき男子風呂で俺、あれかな、掛け湯の上がるときに一緒にジャバ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 掛けてたダンディーの方かもしれないぞ。うん、あ、タイミング的に。いや、ダンディーですよ、確かに。その方かもしれないね。そうですか、それは。いや、もうそろそろ、あ、ちょうど上がってきました。あ、こちらです。こちらが、はい、甲和第一交通の宮本のりひこさんですね。白石営業所の所長、うん、そうなんですよ。あららららら。宮本憲彦さんです。あ、どうも、はい。あ、どうも。どうも、こんにちは。はじめまして。こんにちは。神宮寺と申します。よろしくお願いします。よかったね、あなた、ちょうどよかったね。よかった、もうね、道ね、この辺のこと、まだまだわからなくて。プロの方だったら、もう、宮ちゃんに。え、宮ちゃん、宮ちゃんに。いいのあるの、宮ちゃん。銭湯だから、宮ちゃん。いいですか、宮ちゃんで。教えていただけます？あ、いいですよ、はい、あのね、この辺はね、まあ、JR があるのと、で JR のとこにあの JR の貨物ターミナルがあるのね、うん、でそれは結構大きいもんだから、うん、そこにやっぱり橋が架けられないのと、うん、やっぱりその振動もねすぐ近いし、で振動の上には高速回してるし、うん、なかなかこうね、あの5番の目のようにこうすぐ出ていけるのかなと思ったらそうでもないし、うん、なんですよね、だよね、でもね、あれですよ、結構あの高速も近いから、うん、ね、どっか行くっていうと結構出やすいところ、あ、うん、高速道路の乗り口って言ったらそこで一番近いのはどこになるんですか、うん、ね、大谷地インターに、大谷地だね、うん、あの辺はあれですか、その乗るのも降りるのも大谷地が一番、そうですね、向こう小樽方面から来たら北郷で降りれば、あ、そうか、北郷でも、うん、ね、そうだ、北郷ってあるもん、あるんですよね、降りるとこありますよ、これであなたちょっと分かったわね、高速も乗れちゃう、高速も乗れちゃってね、あの第一交通さん、小和第一交通さんっていうのはこう設立されてどれぐらい立つ会社なんですか、ね、最初にね、今の会長が、ね、北九州でね、昭和35年に5台のタクシーからスタートしたのね、北九州、そうだったね、今はね、北は札幌ですよね、で南は九州、で全国200ぐらい営業所があるんじゃないかなと思うんだけども、で全国でね、7600台、7600台、沖縄はね、路線バスやらね、あ、なんかいろいろこう沖縄まであるんですね、すごいな、こんなすごい会社ここにある、僕も知らないで入ったんですけどそうなんですね、札幌は12、3年ぐらいかな、うーん、僕いる白石営業所はちょうど8年9年目ぐらいですね、いや全国区だったってちょっと僕、翔ちゃんも知らなかったんですけどね。翔ちゃんも知らないことあったね。ちょっと知らないことあったな、翔ちゃんも。あれですか、タクシーの台数なんての、ちょっと札幌だったらどれくらい今、第一交通です。札幌でね、営業所がね、6営業所。6営業所。はい。台数がね、361台かな。361台。あと、ジャンボとハイヤーとですね。まあ、はいはいはい。あ、そうそう、今年函館にもね、はい、できたのよ、第一交通。あら、あ、宿進出ですかね、一つまた、いやー、大きくなってますね、グレーのコンサートの時なんてすごかったんじゃないですか、そうそうそうね、札幌からもうちょうど台風かなんか来ててね、もう函館のホテル自体がいっぱい で札幌から、ね、移動するっていう人もいたみたいでね、で JR 泊まったりして、でタクシーで結構ね行った方もおられましたね、札幌から函館まで、すごい距離ですよ、ね、タクシーでもたまにファイターズタクシーとかレバンガタクシーとか、ありますね、なんかあるある、で、走ってるの見てたらラッキーみたいな、こういうのってあるじゃない、うん、
あるね。あの、あのタクシー、あの模様のタクシー見たら今日はついてる。ついてるみたいな。そういうのって第一交通さんとかにあったりするんですか？九州では何台かやってるみたい。へぇ。札幌はね、残念ながらね、ラミネートタクシーってあれ言うんですけど。ラミネートタクシー。ラミネートタクシーって言うんですね。そうじゃなくて、こう、シール。シールなんですね。ラミネートしてるんですね。ああ、あれは広告にはいいね。いや、見ますもん。いいですね。あれ走ってたら。少々この北斗の湯もこれ、ステッカーつけて報告してもらったらいいんじゃないですか。いや、ちょっとそれはいいんですか？ちょっと北斗の湯のステッカー、ラミネートタクシーちょっとすごいですよね。ちょっと北斗の湯のロゴと、ともに、まあ、翔ちゃんの顔とかね、こうやって貼っておいて。顔はいいわ。あ、いや、いらないですか？顔いらない。翔ちゃんの顔いいけど、でもね、貼ってもらったら、この周りの住民の方々にもね、なんか面白いことやってるよって、思ってもらえますよね。ね、協力しますよ、全然。おーっと、ありがとうございます。すごい。いや、言ってみるもんですね。これ。いやでも本当にタクシーの運転手さんってこうなんかご自分が運転するけどこうお客さんによって目的地が違うので毎回毎回こうなんていうのミステリーツアーみたいな感じもあったりそしてねだってあのどんなお客さん乗ってくるかなんてこうわからないじゃないですかなんかこうドラマがあるなっていうふうに思うんですけどなんかそういうエピソードとかってあったりするんですか？ね、聞きたいわよね。そうですね、やっぱりあのほらいつもどこどこって必ずいるわけじゃないからお客様が乗っていただいてそこに、ね、あの行ってまたどこかからまた、ね、あの手が上がりみたいなね、だから慣れてくるとすごいこう楽しいんですけどやっぱ最初の頃はね、僕なんかもやっぱり、ね、乗ってたんですけど幹線道路なんかはね大体国道だとかさ、ね、環状線だとかっていうのは大体分かってたんだけど、例えば何々通りとかね、って言われるとハッと思ってで、分からなくてね、で、まあ、優しいお客さんですとね、親切なお客、ね、お客様ですとこうであこっち行ってあっち行ってなんて言ってこれ教えてくれる、ね、結構そのちょっと飲んでるお客さんだとかね、そうするとね、運転手なのにそんなの知らないのって、タクシー乗ってんの何やってんのみたいな、ね、そうするとちょっとへこみますよね。へこみますね、それは。で、まあ意地になってちょっといろいろ注意して勉強したぐらいですね。でもまあ、ね、やっぱりお客様をやっぱり、ね、無事にお届けして、ね、ありがとうなんて言われるとね、やっぱりやっててよかったなってね、この仕事、そう思いますね。まあ本当に運転手さんのこう数だけこうドラマがあるってことですもんね。俺ね乗ったらね、いつもねこう運転手さんとねずっと着くまでね喋っちゃう。あ、喋りそう。あなた話好きだから。そうそうそう、あのね、長い話だ。移動空間のあの密室のね空間がねもうものすごく心地いいなって、大好きなんですよ。あの宮本さんはそのお客様とこう接するときにこう意識していることっていうのってやっぱあったりしますか？やっぱりあのほとんどのお客様がね最初僕と会うのが初めてだと思うの。そうですね。やっぱりね最初は何が大事っていうとやっぱり挨拶が大事で、やっぱりね、ね僕もそんな人相いい方じゃないと思うので、やっぱりこう笑顔で、ね、挨拶するとこうちょっと心を許してもらえて、ね、そこからまたちょっとね会話が始まって、なんていうまたドラマがあればねまたいいんじゃないのかななんて思いますけどね。本当に今サービスってタクシーのいろんなサービスあるんですね。でね、なんか友達から聞いたんだけど、なんか女性に嬉しいサービスがあそんなあるあるっていうのがね最近ちょっと聞いたんですけど、今ですね、ママサポートタクシーって言いました、ね、ママサポートタクシー、はい、で特に妊婦さんですね、でファックスで無線センターの方に登録していただくとですね、優先的に無線がこう配車されるという、だから一般のお客様よりももっと早く、配車になってですね、で行く病院とかも全部書いていただいて、まあ、欄があるんですけどね、電話番号だとかいつも言ってるその書かれてる今の産婦人科だとかね、でそれを登録していただくともう何も言わずにうち無線配車で
ナビ配車になってますので、ね、そこにも多い先も全部出るんでね、速やかに。それはいいですね。ちょっとあなたこれいいんじゃない、私たちもちょっと登録した方がいいんじゃないか、ママサポートタクシーに。あれ、そうだなこれなって、まだ気早いわこれ、あれそう、まだ気早いわ、まだだけどこれあのママさんにもあのとってもその心強いサービスなんですけど、これこの仕事、例えば仕事に出てるねパパさん、これからお父さんになるっていう方々にとっても、とっても安心でその仕事できるっていう、そうですね、すごく大きいですよねこれ、であのやっぱりほら単身赴任してるお父さんもね、うん、いますね、そうそう、あと、親が近くにやっぱり住んでない、でそういった時にやっぱりね、誰か身内の方でもいればいいけど、親兄弟ちょっと遠くに住んでるだとか、そういう人でしたらね、やっぱり登録していただいたら安心してね、結構いいんじゃないかなと。旦那さんも安心ですよね、安心ですよ、安心ですよ、本当に本当に、やっぱりねこの辺にこの第一交通さんのこの思いとかね、理念みたいのがねこうぐーっとこう凝縮されているような気するんですけど、その辺なんかももう少し詳しく知りたいなっていう感じですか。知りたい、うん、お願いします。ね、まあ、ママスポーツタクシーはね、はい、まあ、先月始まったばかりなんですけどね、で、まあ産婦人科のね、人なんか来てくれてみんな講習受けてね、で、まあ、そんなのも、ね、サービスとして、で別にそれがで使ったから料金が高いかったら、まあ、全然普通と一緒ですからね、でやっぱり、ね、そんな面でいろいろ会社も、まあ、どこの会社もそうですけどね、結局そのサービスをするっていうところの知恵の絞り合いっていうかね、そうですね、もうやっぱり料金っていうのは決まってて、そうですね、でやっぱりね、みんなどのぐらいのサービスでどうしていくかっていう本当の知恵の絞り合いじゃないかなと思うんですけどね、そうですね、なるほどね、これ面白いね、面白い、だってさこういう話をね、こう聞いちゃったらさ、もうこの後ねタクシーを何か探そうと思ったらもうさ、第一交通さんしかもご指名できない気持ちになっちゃう。そういうゲームもいいんじゃない、第一交通さんを探せみたいな、タクシーで。なるほど、なるほどね、面白いかも、面白いね、そういうのも、ね、面白いね、そういうの考えちゃった今のこの話の中でね、なかなか思いついちゃったわ、ね、顔真っ赤だけど大丈夫、いや残せてるんだわあなたビール飲んでるからいいけど、そうね、あ、そうそう、うちはね、乗っていただくと、JAL のマイルのポイントもついたりですね、はいはいはい、あとはワークスグループ、ララカードのポイントもつくんでね、買い物すると315円で1ポイントじゃないですか、はいはいはい、うちはね今ね、どうだったかな、2ポイントかな、2ポイント 100円2ポイント、ね、100円2ポイント、高いですね、結構ポイントも高いんでなかなかいいんじゃないのかなと思うんですけど、ね、両方出してもいいんですか、JAL の JAL とララカードで、あら、あらー、これすごい、両方作る、嬉しいですね、これはいいぞ、これいいね、いいね、いいよ、こういうのは面白いですね、取り組みとしてもっともっと知っていただくってこと大事ですよね、そうですね、あなたもご指名しちゃうんじゃないの、するする、ね、するする、酔っ払ってんじゃないの、なんかさっきからもうね、お風呂もいい気持ちでしょ、気持ちよかったしさ、宮本さんのお話もさ、ね、なんかワクワクしてくるでしょ、なんかさ、ここに住んでてね、もう心強い一つのさ、なんかこう心強い味方がまたさ、こう、そうだね、増えたなっていう気持ちにこうなるでしょ、そうですよ、なるでしょ、なる、なる、これさ、もっともっとお話聞きたくなるよね、ね、もっと飲んじゃうね、したらあれじゃないですか、これからもう一軒ちょっとお風呂上がり行ったらいいんじゃないですか、いやいやいい、え、いいいい、行く行く、絶対行った方がいい、あの今ね、まあ、この間来た時も話したけど、あの北コン GO ね、町コンの、まあ、北コンでやってる取り組みとして北コン GO っていうイベント、あの26日の土曜日あるって言ったでしょ、だからもう今ねお店も張り切ってね、その参加店もう腕振るって料理とかね、酒とかね、やってんですよ。ね、だからちょっとこれ、飲みに、この後、ぜひ、そうだね。行っ
ちゃうといいんじゃない？あなたいいんじゃないの？今日なんか車で来なくてよかったでしょこれ。いやでも私は飲めないかな。うんだよ飲めばいいじゃん。いやだって、うん、走った後じゃないと飲めないからさ。こだわってますね。こだわりよそこは、ね、そこはブレないから。生活ブレブレなのにねお前はな。そういうとこだけブレない。そうブレない、ね。もういっそこのままねタクシーで行っちゃおうかしら。うんうん、いいしあそれいいって。ねえ。いいでしょいいでしょ。うん。うん宮本さんいるんだからさ。そうですね。宮本さんちょっとフィルって電話してもらってさ。翔ちゃん呼んでもらってもいいし。あ、じゃあ僕呼びます。いいんですか？いいの？電話出します。同じさ、うん、こうここの北斗の湯からね、うん、近かったらさ、うん、悪いなって気するでしょ。あまあ確かに商店街なんか近いんだよね。どこの飲み屋さんもそういう近く、うん、どうですか宮本さん？そういえどんどん使ってください。あらいいですか？お近くでもねどうぞが。私たちの合言葉でもありますんで、うん、嬉しいですねそれはね。じゃあたらもう今日はさ、うん、安心してとことんのこう飲んじゃうもん飲んじゃって、ね、タクシーで帰れるから大丈夫さ。私タクシーと競争するわ。私はの乗らないで走っていくわ。まあいいから行くぞ俺乗って俺、うんうんはい、じゃあ呼びますよ、うんうん、はい。じゃあ予約番号あこれだ あったあった011-811-5151、うん、あこれあれですねあの、うん、5151こいこい、はい、811はいこいこい011-811-5151はいこいこい覚えやすいですねこれ。あいいですね。こういう感じでこういう語呂合わせで本当だこれいい。はいこいこいはいこいこい011はいこいこい811-5151ではいこいこいもう覚えちゃった。これは覚えるよ忘れないよ。じゃあ読みますよ。あもし、うんうん、はいはい、うん、あタクシー1台、はい、北斗の湯にお願いします。はい、あ読みましたよ。あ、来た早い速攻来ますか。近いからね。駐車場飲みに行っか。もう今日はじゃあいい、うん、駐車どうもね。あー、じゃあまた、うん、お越しくださいませ。今夜もまた、北斗の夜は人情で溢れていくのであった。スポットへの愛をお送りしてきましたけれどもいかがだったでしょうか、うん、さあ北斗の湯第2回ということでしたけれども、はい、その中でもありましたけども北金剛が、うん、いよいよ今週末に、はいはい、ということで翔ちゃんもう一回告知の方お願いします。あのその日ねあの同時開催ということで、まあ、前回もお話したんですけども100円商店街というのも昼間あってですね、11時から14時あってその後に北金剛あります、はい、これ内容の方もいろいろあの要望地元の声とかに答えてですねちょっと内容とか変更しとかあったんで、うん、ちょっとぜひねもう一度、インターネットなどで北漢字コンカタカナ、アルファベットで GO 北金剛を検索してみてその詳細もお申し込みもできますのでぜひチェックしてみてください。はい、はい、北金剛ですね。ですね、琵琶湖のほとりからメールします、ね、ということで、新たな団長から、飯田さん、そして井上先生、バンダイの翔ちゃんこと古田さん、こんばんはと。こんばんは。フェイスブック生ら同人会の桂川なお人ですと。先週はおじが高いして金土と通夜告別式があり、休みが終わるまでおじの家にいたため拝見することができませんでした。すいませんと、うん、今日は3週間ぶりにスポーツクラブに行ってましたよと。今は少しうとうとしながら拝見しておりますと。初めて拝見する北斗の湯楽しみにしてますよ。それでしたっけと、BS 今日も1週間ぶりにさんの声を聞けてとっても心地いいですよ。あらよかった。ここですね、北斗の湯にも、ね、ぜひ。あの滋賀の、はい、滋賀の桂川直人さんですけれどもね、うん、北斗の湯にはですね第一コースさんというね、はい、あの素晴らしいその志のある、はい、タクシー会社さんがありますのでね、うん、こちらに来た際はぜひ第一コースさんをねこう第一コースさんをこう、はい、選んで乗っていただきたいなというふうに、ね、お願いします。はい、はいはい、ということでお送りしてきましたスポーツ応援団愛、はい、来週は、うん、ビューティースタイル。こちらも新札幌のお店の方が、登場してくださいますので、はいはいはい、はい、そして後半は小向井さんの北海 Do You Enjoy Evolution ということで、はいはい、エスプラダ北海道の話も、たっぷりお送りしていきたいと思います、はい、さあスポーツ応援団愛をお送りしました。パーソナリティは私 E ダッシュと新田でした。それでは皆さん来週までありがとうございました。お元気で。